はい、皆さんこんにちは、キでございます。ドラクエ7やっていきましょう。さて、今から戻るのですが、ルーラだね、ルーラ7の神殿。さあ、どこに行ったらいいのか。ユバールですよね。いや、聞いた話によるとこのユバールでもいろいろあるみたいですね。これだったかな。いや、これじゃない気がする。こっちな気がする、うん、これかな。もう分かんなくなっちゃった。違うな、これじゃないな。町あるもん。違うよね。違った。あ、これで何分ロスするんだろう。もうちょっと丸い、丸く大きな土地でしたよね。こっちかな。あ、これだこれだ、間違いない。え、本当に。うーん、自信がないな。でもでっかくて見たことないようなとこだから。援護の隣も、援護もが、そうだね、合体というか、ああ違うよこれ。ああこれ、これかな。あ、これだ、よかった。さあ行きましょうか。もうみんな出かけてるんですよねこれね。あ、私お金なんか買ってくれよかった。まあいっか、このまま行っちゃおう。あ、でも2700なんかいるんだね。そうだ、刃の部分なんか欲しいんだ。まあ、こっから初ですね。敵はあんまり変わんないですよね。入った。で、橋があって、おー、まあ一本道なんだよねここはね。そうだ、やついないんだ。キーファ君いないんだね。そうだそうだ、3人なんですよね。お、2つある。こっち先行こっか。あ、そういやドラクエって敵の名前で漢字出てきてましたっけ今まで。これ首から出てきてますよね。なんか敵の名前で漢字が出てくるってすごい違和感あるね。魔道士もひらがなだったと思うんですけど。そうだね、4文字だよね。あ、でも4文字でもないのか。ボスとか4文字超えるもんね。ここは何かな。あ、いい感じの音楽だね。教会があります。あ、ここではセーブできんのか。はいね。お、すごい。おー、なに、お、鳴き声もするし回復も。あー、こういうのがあったのか。セーブできんのかよ。私一時戻ったんだけど。いや、もう気に入る。あ、ちょっと待てよ。あ、まあ一回しておこう。これだね、もう21時間超えてます。
え続けますよと。さあこれが、あ、お、壺があるね。壺みたいなの投げないと。あ、なかったね、それ以上はね。で、こっちじゃない気がしますね。あ、ないね。いやー、ここいいわ。金取られない回復ですごくいいもんね。あ、でも3人しかいないんだよね。これはぜひとも、あれだね。刃のブーメランを手に入れて、ガボ君もブーメランにしてあげたい。お金がね、お金が絶対的に足んないね。2300だっけ、2700じゃなかったのかな、2300だったような気がしますけど。なんか一悶着ありそうな気がするんですよね。今回は銀行がないんですよね。よいしょ。敵すっごい出てくるんだよ。まあ山だから仕方がないのかな。どうしましょう。2300超えた段階で一度戻りましょうか。もうマリベルさんもどちらかというと解放係だもんね。ああ今魔法唱えてますけど、メラと殴りがあんまり変わんないんだよね。だからあんまメラ唱えてほしくないんだけどね。さあ行っちゃいましょう。今お金いくら？ああもう少しだね。あ、お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 、どこにいるのか分かんないと。あ、なんかこれ廊下になってんのか。廊下というかあれになってんだね。くぐっていく副道って呼んだらいいのかな。ああこういう場合はちょっとぐるーっと回んない、回んないんだ、そうだ回んないんだ。あー新しい敵出てきたね、ゾンビアイ。あーもう私あんまりダメージ食らわなくなったね。これはいい感じですけど、感じでね、3人だけど非常にいい感じでやっつけれて経験値も高くなっていうことなしですね。よいしょ。さああとはいつ引き返そうかな。引き返したいんですよね。そうしないと、あ、大間さんいるね。あ、ブルルと、おお、あ、そうかそうか。いやいや、お疲れ様です。あなたたちが魔物と戦っているおかげで我々の方にはあんまり魔物が寄ってきませんでしたよ。ってことは少しは寄ってきたんだね。ヒヒン、ブルルブルと。明日はいよいよ神の祭壇のある湖へたどり着けるだろう。ああそうだ、湖に向かうんだね。しかし古文書によると、祭壇の封印のところには2つの道具が必要だそうだ。そしてそれは湖のほとりの洞窟の奥に収められているとか。うわー絶対大変そうだ。僕だって、僕だって大人の会議に参加するんだ。眠くなんかないやいと。神の祭壇にたどり着いたらすぐにでも神を復活させられると思っていたがどうも違うようだ。湖のほとりの洞窟の奥から2つの神器を、取ってきて儀式を行うそうだが、洞窟では魔除けのトゥーラもあまり効き目がないんだ。あんたたちが頼りだなと。おお、アチ殿、魔除けのトゥーラなしにここまで来られるとはさすがじゃなと。ところでわしに何かできることはあるかな。頼もしき旅人よ、ドアが教会にどんなご用じゃのと。ここ至りに尽くせりだな。初め何もないかなと思ったんだけど、いやまあ別にいいでしょう、やめましょう。ではお気をつけて神のご加護あらんことと。あなた、あんたらもうこれまで随分長い旅をしてきたようだな。俺たちの旅は神を復活させればそこで終わりになるかもしれないけどよ、あんたらの旅はそこからが本番なんじゃないのか。そんな気がするぜ。ヒックと、もう飲んでんだね。すやすや、ちょっと怖いね、すごく平面っぽくて。グーグーと。
むにゃむにゃ、じゃん、僕誰にも言わないよ、グーグー、なんだなんだ、ジャンに何かあったのかな、気になるね。お、唐辛子、素早さの種を手に入れました。ライラたちも今頃は出発してかしたかね、ジャンが随分心配してたけど、ジャンは本当にライラが好きなんだよ。自分の体に精霊様のあざがないことは本当に不名誉なのに、ジャンは喜んでいてさ。だってそうでなきゃあざのあるライラとは結婚できないからね、と。あー、まあ、あれなんだね。ニコイ、あ、に来ましたね。そういう意味じゃ、キーハ君と似たり寄ったりなんかもしんないね。まあ、キーハ君と一緒にしないでくれよって言われそうですけど。これは聞いたかな？あ、聞いたね。さあ、で、この子は？あ、この人かな？僕らが旅の途中で休むときは、こうして魔物の鈴を吊るして結界を張っておくのさ。こうすれば弱い魔物なら入って来られないようにできるからね、と。はい。シーベリタ様が起きてしまいますわ、と。山道を歩いていらして、とてもお疲れのようです。皆さんもこちらでお休みになられますか？あ、まだいいです。で、お休みたくなったらいつでも声をかけてくださいね、と。あ、せやせや、あ、寝ましょう。はい、ではごゆっくりと。あ、止まったら始まるんだ、動くんだね。さてと、テントもみんな片付けたし、俺たちも出発するかと。じゃあ、アツさん、また俺たちは先に出発しますよ。あとは一気にこの山の南を湖まで向かいますから、よろしくお願いします。では、また後ほどと。よくよく考えると、我々のパーティーがシンガリになってんだね。先に行かなくていいんだね。先で活路を開くというか、そういう感じじゃなくていいんだね。ちょっと南から見てみましょう。あ、湖だ。そうだ。おお、なんかハイドライドという思い出す。ちょっと待ってね。上何かあるかな？山だからね、エンカウントすごいんですよね。はい。このパート終わったら、お金そろそろ溜まってるかな？そうするとちょっとね、買いに行ってから次のパート始めましょうかね、買い物行った後にね。買い物までパート入れると時間もったいないような気もするんでね。そう言いながら2300たまんないんですよね、きっとね。あ、でも今余ってる装備があるから、それを売ったら2300いくんじゃないかな。今何本？あ、とりあえず2223だったらもういけますね。あ、ハイドライド3思い出しちゃう。で、こっから入るのかな。え、いやいや、お疲れ様でした。いよいよここまで来ましたね。あ、ちょっと待てよ、教会なくなってるからセーブできないのか、あのおじいさん。え、村長さんね。あ、族長さんか。どうやら固定に見えるも、見えるのが神の祭壇のようです。でもどうやってあそこまで行くんだろうと。よう、あんたたちか。見てくれよ、この湖よ。神の祭壇は固定に沈んじまっちゅう。神の封印は特にはあの祭壇まで行かなきゃいけないので参ったなと。おお、ヒヒン、ブルブル。いや、これはもう上がってくるんでしょ、あれが。きっと。小さな声で話さなきゃ他のみんなに聞こえちゃうよ。あのね、アジさんたちなら僕らユバールの一族じゃないから話しもいいかな、聞きた。聞きたいな。あのね、僕見ちゃったんだ。この前夜中におしっこに起きた時、ジャンが一人で水浴びしてたんだけど、ジャンの胸にライラのと同じあざがあったの。母さんが言ってたけど、あだのある人同士は結婚しちゃいけないんでしょ。だからみんなには絶対言わないんだ。だって僕、ジャンもライラも好きなもん。ああ、そういうことなんだね。ジャン嘘ついてんだね。グゴーグゴーと。まだ寝てんだね。おー、長老、はい。おー、あ、族長ね。おー、アチェ殿、道長お疲れ様でしたの。我々が神の封印を解くため必要な2つの神器は、なんと洞窟ではなく祭壇にあるとか。いや、このわしが古文書を読み違えていたようでしてな。わはは、今皆が集まってあの祭壇へ行く方法を考えておりますじゃ。ところでわしに何かできることあるかな。 ありますよ。ああ、お祈りしましょう。では天と地の前にこれまでの行いを告白。ああ、すごい、薬が違う、こうだけ、いつもの方とね。はい、
次はここかな。はい、確かに記録しますよ。続きますよ。とりあえずね、じゃあここで終わっておきましょう。あ、いや、私忘れるから、ここら辺の会話しとこう。この会話忘れる気がするんだよね。この湖のほとりの洞窟にあるはずだった2つの神竜は祭壇の中にあるらしいんだ。だから何とかして湖の水を引かないとと。俺らのご先祖さんも随分念入りに封印したもんだな。まあ現にそこの洞窟には魔物が入り込んでるし、入り込んでるし、神器はそんなとこへは置かねえけどなか。湖の水を引く仕掛けは洞窟の奥にあるはずだよな。問題はその仕掛けを動かす鍵となる大地の民の印が何かってことか。あんたたちとジャンに洞窟へ行ってもらうのはこの謎が解けてからになりそうだねと。今夜中には古文書を読み終わりそうだからテントで休んで待っててくれ。ということはもう一回寝たら変わると。これはちょっとな、申し訳ないがもしばらくお待ちくださいと。今夜中には我らの先祖が残した大地のための印とは何かを調べておきますかなと。神の祭壇が古民につけてみてとても綺麗に、こんな風に私たちの神様の心も美しく気高かったのかしらと。神様が蘇ったら僕たちはどうなるのかな。もうトゥーラの修行したり旅をしたりしなくてよくなるのかなと。皆さんもお疲れですよ。こちらで、まだですね。さあ、じゃあね、この辺で終わっておきましょう。じゃあ次はね、買い物行って帰ってきて、ここから始めましょうかね。というわけで、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。